何かで読んだんですけど、あのカブス先生お父様って海軍でいらっしゃったんですか？職業軍人じゃないですけど、うん、あのあの留隊欧州欧州で海軍に入ったっていう。船乗り？船乗りです。はあ<ぁ>。そう書いですよ。はあ。えー、じゃあまあ近海でまあ。そうじゃん。日本の日本の近海で、うん、あのキラーよ爆発させなくして航路の安全を図ってたあの仕事をしてましたね。 一番新しいゴジラってご覧になりましたあ見ました出てきましたね <laughs> <laughs> いやめちゃめちゃ感情良いですあね、まあ、総海艇じゃないですかあ総会でし木星の総海艇 <laughs> あれリアルでした、ね、リアルでしたね久しぶりに総海艇を見たなと思ってお父様戦後もあのー、船乗ってらっしゃったんですか家業は海運業だったんですよね <laughs> そうなんですかで瀬戸内海をその九州の九州と関西の大阪とか神戸とかを結ぶこう海運業をやってたんです。 うわそれはだけど船団はふたばえるというかもうあれですねあの、はい、むちゃむちゃルーツですねですいろんなことのだけど一応その,その海運軍はその戦,争で戦争終わった時にうまくいかなくてですね、うん、であのやめたんですよ、まあ、海も嫌いだらけだったでしょうし、ねはいはい、でで親父がですねちっちゃな移送船にこう乗り始めたんですけどそれはあの一応サラリーマンとしてあの、まあ、石油の元売りの石油会社の船に一っ乗ってたんですよはい でそれでうまくこういったんですけど独立したんですよね、自分で。そのいわゆる船を買い取ってみたいなことですかえ一応船ああの、船を船の心臓を作ったんですよ。作ってで、その契約でその元売りの会社の石油とか女油というのを販売すると、船で自分で。<laughs> という、なんかこのれん分けみたいな感じで独立したんですよ。はい そこから僕らを産まあ、僕らは思われてですおやじの船とかいろいろ乗っけられてで、まあ、ち,ょっとちょっとずつこう船の,船の、あのー、積椎を増やして少し大きくなったんですよね会社自体が。うん、という過程でしたかね。じゃあもう海を見て育ったというか。 これはもうあちこちで話すこともあるんですけどね、あのーはい、僕らは漫画が好きだったんですよね一卵性創生人の双子の弟がいるんですよ一卵性ですか、はい、そっくりです、うん、で弟がいてですねその弟と二人で絵が好きで、ま、漫画が好きだったんですよず、うん、っとねで,で漫画はずっと描いていて漫画家になりたかったんですよ、うん、子供の頃から、はい、母親がすごい教育ママのすごいガリガリの教育ママだったんで、はい、一応あのー まああのー、進学しろと漫画なんか描いてるんんじゃありませんので口ですかもう全く同じですようです僕と <laughs> 漫画描いてると成績が落ちてる、ねうん、だからそのこれじゃあの都会の、ま、東京とか大阪の都会の <coughs> 進学できないと、うん、でとにかく進学してくれっていうのが母親の夢でしたからね、はい、尻引っ張ったわけですよ、うん、で,もでも漫画やめろって,って、うん、教科書のところの端っこにこう漫画描いてるんですよ二人で。 それを全部消せとか言われてですね消しゴムで消したりペラペラ漫画やっぱりペラポン漫画もそうですねいろんな写もしいで、のを涙ながら消したりとかですねそういうことしてたんですそして僕は焼き捨てられた口ですねあそうですか同じよう思もんですけどそれでね中学校もう高校になる頃は本気で漫画家になろうと思ったんですけど漫画は変わらないと思って漫画ばっかり描いてるので成績が上がらないですよねで 母親がでですすねねなんか怒りましてです、ね、で俺らは2階あの2人で2階で2階の部屋にいたんですけどそこにですねおやじが上がってきたんですよ。お、はい船乗りのお父様が、えー。なんか仕事終わって,す終わってすなんか脂臭い感じで上がってきてですねでおやじがねあの自分たちの部屋に上がってくることほ,ほぼないんです今まではね。でなんでおやじ来たんだろうと思ってですねそら。 お味はその部屋の隅このほらゴロンってこうなって多、ね、いとか言いやに見て、はい、でお前お前ら船に乗るかって言って <laughs> だから、はあ、あのドラマみたいなことだな母親に叱かれたんですよ <laughs> 漫画ばっかなかだから <laughs> とにかくあのー、尻一っ張りってなんか進学のいわゆる受験勉強するようにじ私だけにあんたからも言ってくれと。 怖かったんですよ。あ怖かった、うん。うん、これも船乗乗っけられるんじゃないか。ちょっと船の上じゃ漫画書けないですからね、うん。だからその前にね、あのアルバイトでカールバンコにこう俺と弟で船に乗ったんですよ。乗ってはいたんだ。はい、はいはいアルバイトみたいな感じでね、はい、思いの外するかという。だから一応船のことはよく知って かで娘とかも,、ね、もうこの商売嫌だと思ってます <laughs> そうなんだ、ね、そのお味があの「お前ら船に乗るか」って言った時にですねあこれは本気だと思ったんですよね。で本当は進学じゃなくて自分たちにこう船に乗ってもらいたい。 で自分自分と一緒に会社を運営していきたいんだろうなと,子と絶対そうですよね父親ってそんなもんだから、えー、どう答えられたんですかその時ずっとなんか大学行っていやいや,いや,いやもうもうちゃんと勉強するって言っていました沈 <laughs> 国のカムタよりも前に海洋ものって書かれてます読み切りで何本かっていう感じで書いてましたけど一番専門的に書け出したのはこれですねあ,あそうなんだ、はい、いつか まあ、船乗りの息子だしあの、ま、周りはそういう環境だったからいつか船のことを書くんだっていうことは漠然とは思われてたんですかえじゃあこれ最初に企画した時はああの強い思いがあってじゃないのい 編集者の人がですね潜水艦の話をいろいろ持ってくるわけですよで俺も先生が好きだから、うん、一緒になってこうな人あったけですど一緒になってこう盛り上がってるわけですよ<ー>そしたらだん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 ね自分がこういろんな船を知ってるっていうああ当そうぞでで船の実感がわかる<ー>実感があるっていう。うん だからそのほの実感っていうのはぜひ読者に伝えたいなという気持ちがあ,あ自分の中にあるんだろうってわかりましたね。ああそうなん編集者と話したんですね。他の漫画ではあじゃあとこないんですよ。ああおよならよくわかり当時だからなかったのでじゃあ自分が書けばその実感を伝えられる漫画を書けると。 いうのがどん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 自分の中で盛り上がったんですよね、うん、で考えてみりゃサブマリン707も好きだってわけたしね<あ>いろんな、ええ、潜水艦の、うん、潜水艦の使った遊びもしてたしね遊びって何ですか例えばいやいや作りませんでし潜水艦って作ったことありますよ僕もあの,ー、あの機器を削ってですね横にねあの鉛で鉛であの あとショコだとかこう工夫してつけてね <laughs> いや今突然思い出しちゃった学校にプールとか水槽があったんで,そ,ですそこでみんなちょっと流行ったことありますよで,そううでこう、まあ、巻いてですねこうパッとはらすとも潜り始めるじゃないですかそれをあの水地面にかけて追うんですそういうのが好きだったんで僕らはあの学校の前の大きな水槽があって。はい そこにもうみんな周り縁でみんなだから作ってた時期がありましたねそういえばあれサブマリンなどもあとかはやってた頃だその子ニービーンっていうねあったあった爆竹みたいなのがあニービーンっていうのはシュッて吸ってねシュッてやるんで中の火薬が水にすぐ接触しないんであな水の中で破裂しますみたいなね水の中にこう入れて爆雷爆雷作って自分で潜ってですね 石にこうそのダ弾をわが向かなんかで止めて落とすんですよ爆雷そビですって水の中でも爆発するよねってかなり専門的な知識ですよねこれずっと潜ってるとこう上から何個か落とすと爆雷感があるんですよ水の中でご覧になったことがあるんですよ爆発する隅弾おもしで。すごいですよブワッてなってね近くにいると来るんですよ水圧が。 潜水艦と同じじゃないですか。すもうすごいなと思います。うん、で、初めてあ、水圧ってものすごいんだ。この、子供がこれ。にび、にびだんのこう、圧力感じてますから、ね。肌で知ってるっていう。はい、いだから、実際の、爆雷ってのは大変だろうなと思いますけね。うん この単行本の「沈黙の艦隊」の31巻の後ろにね、はい、ちょっとこれひっくり返してたら、はい、あの先生が好きな映画のカットを書かれてるんですよ、はい、用心棒。 それから、<laughs> ハスラーはわかるけど、受け身も。<laughs> 畳で見たこと森昌幸。<laughs> で、また次が愛と青春の旅立ちのリチャードギアというのは、これはまあ軍隊ものだから。わかりやすいんだけど。用心もお好きですか。僕も大好きですけど。めちゃめちゃ好きですけど。めちゃくちゃ好きですね。かっこいいっていうか、もうこれに極まれると思うよ、はい、僕はこれまでのこう、映画、映画界。の中でね。形として見せてくれたのが、一番かっこいいんじゃないかなと。 格子させてるとオンタイムでしょうあれ。オンタイムですね。小学校の五六年ぐらい。いや、小中学校一年。もうちょっと言ってるか。はい、僕はあのオンタイムというか当然見てない世代なので、はいはい、後から。あの映画館ですか？えっとね、よー『よじんぼ棒』は僕映画館で見たことないと思うな。これもやっぱりテレビかあ,<ー>あのディーブリデーもちろん持ってますし、はいはい、繰り返し見てる映画ではあるんですが、映画館で見なきゃダメですかあれは？はい、やっぱり映画館ですね。<laughs> もうあの歩いてきたときに棒を投げて二股の道でこっち行くっていうところからもうかっこいい、うまい。僕らが最初見たのはね、あの七の侍と兵だったのかな、ああ、じゃあそれはリバイバルでしょう、ね、リバイバルですね。うん、で、やっぱり七の侍も良かったんですけど、圧倒的にやっぱ、大人坊の目札に、かつんとやられましたね、やっぱりね。あの僕、いろんな俳優さんとかいろんな方からお話伺ってるんですけど。はい 宍戸城さんとか山城慎吾さんにお話を伺ったことあるんですけどあの年代の方々だから世誠よりもだいぶ上の方々アクション映画をやられてさ方々に対して与えた影響も半端なくっるみたいですよもう内田友のね宮本武蔵もその後ですからねそうかええ幼児ものとですよだからあの切るっていうその縦のシーンがすごいリアルになったんですよねだから昔はだって様式日ですもんね完全にその後の その内 <coughs> トムの五部作宮本武蔵の五部作はものすごいリアルですよ。なるほどね。来た時の音とかですね、うん、ちゃんと入ってますからね。でやっぱりあの下がりますの血統,血統っていうかの吉岡一門ってあるじゃないですか、はい、あそこなんかものすごいリアルに撮ってますよね。いややっぱりだからそれ用心棒インフルエンスっていうか用、ね、心棒効果と言いますかね。うん、だから東映の時代が それまでの白塗りの歌舞伎町から一切こうリアルなあのー、映像になりましたよ東映はよくご覧になってました <laughs> 東映はよく見てました時代に行それからですね、ザ・ザトイチですねああ<ー>、ダイエイドダイエイドザ・トイチも良かったですよねもザ・トイチと眠りきおしろの平映で、うん、だ,だいたいあのボンクレにあるんです それは日本だとですかな、うんか。で、それはよく見てました。用心棒から、その時代のこう見る目が変わったんですけど、ただね、その大英の。その日本式の日本文化をきちんと受け取あの受け継いで、それをこう。表現しようというところのリアリズムと融合させる。うん、いや、それ見た時にね。 あ、これ交差により上行ってるんじゃないかと思いましたね。それもね感覚わかりますよっていうのは、東映ってやっぱりちょっと様式美というかね古いやるけど、佐藤一って全く用心房と違うけどリアルですもんね。でもに、あ日本日本のこうまあ株音楽って言いますかね。そのリアルあるんであるあるあるんですよ。これ日本的だなと思うんです。わかる。お座敷芸を含めての。 しの,の持ってる肉体から発する、うん、リズム感音感とかっ、うん、それはねにあの僕らが知ってる日本文化なんですよ。で黒沢のその用心棒に出てくるものがそうハリウッドですよね。あとは大あのヨーロッパですね。うん、だから日本じゃないんです、うん それはわかりましたね。で、だから、その、その後、見た、その、田中篤造とかですね。三住賢治、ね。三住賢治。大ファンですよ。池井亮一郎とかですね。うん、あの、いわゆる大映の。うん、まあ、あの、いわゆる B. T. O.、まあ、プログラムピクチャー。の監督さんたちの、作る映像っていうのはね。殺されもちょっと日本、日本を捨てないっていうです、日本をこう意識した。作りをきちんとしてる。というのがわかりましたよ。ハリウッドかぶれじゃない。いいうじゃなで、なですよ、うん、そこで。 あ,あ、すごい好きになりましたね。あの、大英の時代でも、まあ、割と早い時期に大英は潰れちゃいましたけどね。ね <laughs> <ん> <laughs> 用心棒も大好きなんですけど、はい、椿さん十郎のがもっと好きなんですよ。<ー>椿さん十郎、ピンとこなかったですか。うういや、両方とも好きですよ。あの、頭で、らで、なんか喋ってて。あの、えー、囲まれてて、三船が出てくる時のかっこよさったら、もう、あれはっちもかっこよかったな。ううそうですね。 コメディ的な,つな作り方がすごい好きなんですけど、うん、あのね一箇所だけねちょっとあの否定,し,否定し,し,しなきゃっていうシーンがあるんですよどこですか若侍たちがあの捕まるじゃないですか捕まって,、ねうん、って縛られて、うん、でそれを逃がさなきゃいけないってんで、うん、その門番たちを含むそのあの侍たちに囲まれてるわけですよね。うんうんうん その連中は生かしておけないっていであの三次郎を全部切っちゃうわけですよ。でそれは用人棒の時にあの司陽子たちを寝かそうとして、うん、ヤクザ連中を全部殺して、うん、であ敵にやられたぞという言い訳でそれを切り抜けるシーンがある、うん、あそことパターン一緒なんですよ同じパターンうん、うん、で。 あの若侍たちに襲われたから全部やられちゃったということで中田をだますわけですよ。そのために全部殺すんですよ。 ヨジンボ時のヤクザを殺す時よりは気持ちよくないんですよ確かにねだってヤクザはもう本当に確認だからだけどこっちだって任務がある普通の人ですもんねあの、あのー、確かに門番も服も侍たちはね家に帰れば子供たちもいるだろうっていうような、まあうん、ちょっとねサラリーマンなんですよ確かにねそれをね切っちゃうんですよなるほどその時にあこれやりすぎっていうかね、うん、まあストーリー上あの、ね、しょうがないんだけどここは弱いストーリーが。うんうん 弱いっていう思いましたね。で、だから他のとこすごい好きなんですよ。確かに言われてみればそ,そこはね、ちょっと認められないなっあれでもあの後でしたっけあのお母さん役の人がね、本当にいい刀は最後に入ってるものですよ,うですよそう否定されるんですよ。うん、否定される。そ,そこでねチャラにしたいと思うんだけど、思うんだけどやっぱできないですね。<laughs> しかもご丁寧に、ねうん、あの息のね止めなきゃいけないでしょ。 見られてるから生き残って止めるらっしゃいけないのでとどめを刺すんですよ全部二回切ってですよそれはだからおそらく丁寧なんですよねそこに感情移入させないように作ったんでしょうね逆に多分そうなんでしょうけどやっぱり設定が無理ですよね確かにねだって感情移入しちゃってますからねこっちはそうなんですよそこがね唯一ねたたまに傷で僕はだけどだから今言った本当にいい方なとなんかサヤに入ってるものルト姿でやられちゃったので僕はじゃ でも確かに本当におっしゃる通りですね和田誠さんがもう「ザトウイチ」の大ファンで全員が見ていて<ー>もうマニアなんですだったんですってね、はい、あの方作られる映画結構怪盗ビーとか洋、はい、っぽいものを作られてるからあんまりそんな趣味はないのかと思ったらザトイチ語ららせたら止俺もなかったそうんですけど <laughs> 大体言えるんですけど。 あのー、中でですね地獄旅っていう成田美樹さんがやったんですけどね敵かか役か、ままあまあ、すぐにはちょっと思いつかないですけど将棋指しの話があるんですよあえ成田美樹も将棋指しだのぞぞ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 ぞででいぞぞ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 ぞ 箱根ですかね。箱根のこ山,山道をこうあ二人でこう上がっていくんですよ。うん、で、その時にあの仕込み釣りをこう持ってですね。うん、で、成田美樹が坂の上にここからこう引きながら、ね じゃそれ引っ張られてこうあっ,ってやるわけ、うん、成田美京が、うん、その時に頭の中でこう将棋盤をイメージしてああまああのだからあの位置が盲目だからい,いわゆる<あ>あの将棋指しの方って頭の中に全部盤面があるって言いますよねそうそうで,よでその成田美京も将棋指しじゃんです、うん、成田美京は将棋指し 成田三雄は目は健常者なんですね。だけどまあ将棋先だから頭の中でせるわけねその行く道々こうざっと2人で将棋を始めるんですよ。でもう一の方はこの成田三雄はその敵だって分かってるんですよ。でこいつを切らなきゃいけないって分かってるんですよね。で成田三雄は分かってないんですよ。そううい状況で2人でずっとっだんだん詰むんですよね。あの 将棋や将棋の番がああだから上りながら3四、はい、歩とか言いながら行くわけで,で最後に詰むかっこいい詰んだ時に分かるんですよその慣れてみるがこいつが俺切りに来てるっていうのがそこでバッと縦が始まるんですけどものすごいですよそこ引くからくすごいかっこいい、えー、監督はね縦のシーンがバブルになっちゃってるんで、うん、もう一回元戻そうってうんで あの切り合いを少なくしたんですよ、はい。で,こうたで切る人間も少なくして縦の,の緊迫感をこうちょっとこう脚本で盛り上げようとそういう話してたんですよでそれが成功してですねもう最高でしたねやっぱそ俺を好きなのはね最後の作文字であのまあ息子さんが出たやつがあと内田裕也さんとかですね、はい、それ勝新太郎さん演出 演説、自分で監督して、あ、もう集大成でしたね。あの、佐藤市の今まで、自分がやってきて、自分がいろんな、いろんな、座藤市の、こう。 定番のシーンってのがあるじゃないですか。はい,はい、いろんな面白いシーン、名シーンののジュズだけなんですよ。うわ見てみたい。うん、ええ。名シーンの一番こう研ぎ澄まされた演出になってて、<laughs> ただ話が繋がってるかとかに思か <laughs> <も>いや話がそんなにないんですよ。あそうか。だからそれを大筋で単純な話だけにしといて、あとはそのシーンをどう見せるかっていうだけのこう映画なんですよね。でもそれはすごく良かったですね。 座頭市も用心棒も男の子としては割と分かるんですけどキ久ボは僕でもこの番組でよくね黒沢は良さが僕は分かるから好きなんだけど、はい、すごいたくさん見てるんですけど成瀬、うん、とか溝口とか小津は、はい、僕はちょっと良さが分からないんだってこと言ったら、はい、もう非難合々ですよもういまだに、はい。<laughs> いや非難はしませんけどね <laughs> ふう。分かんねえのみたいな。えー、ただそれぞれ、えー、特に成瀬監督は、えー、あのスタイルっていうかあのおじさんほど分かりやすくはないけど、えー、成瀬監督はあのあのなんて言ったらいいのかな本当にさらさら水が流れるみたいに見れちゃうんで、えー、あの分かりやすいですけど、ね、男女のね男女のこう絡みって言いますかそういうのすごい得意なんですけど。うん あの感情をきちんと拾うんですよ。あの恋愛感情をきちんと拾う。だって浮雲なんてあの森間さんどうしようもない男から出たじゃないですか。うんはい、ど本当に。うん、でもみ見ててしああリアルだなと思いますよね。<laughs> まあ、ね、リアルじゃ。えー、僕もだらしない男なんで、はい、もうあんなにビあんな風だなとか思っちゃうけど。えー、やっぱり南方で出会った時のあの衝撃っていうのはわ忘れないでずっとこの二人行くんだろうなっていうのはリアルでしたね。 僕下北沢の横で生まれ育って今もそこに住んでるんであれ2人が王政を重ねる旅館とかあれ下北沢なんですよだからあのつい見ちゃったら映画ですけどねあ,こんなあれ多分東宝だろうから正常に撮影所あるから近いところで撮ったんだろうなっていうのも含めてねいやでも面白いですかっていうかもう面白いですかって聞くのもバカですから日本映画で三本の意味に入る傑作ですからね。 れるとかですね恋愛感情の映画っていうのは結構永瀬の,の方はリアルで見れるんですよ。あの畑上秀子が酒屋さんやっててと、はいう雄雄ので最後は温泉に行っちゃう話ですね <laughs> 最後にあの香山雄雄がそのまあタンカーって言いますかね。で後にあの運ばれてきた時に自分がの最後に。<laughs> <だ> こう,うかうなんかにこう指輪かなんかそれを見た時にかやときに会見ずっとわかるじゃないですか。うん、で、それたと、ね、あの、うん、そこで劇場って言いますかね。うん、それまでずっと気に入っていたのに気にせずあのぎゃっと書いて大声を上げてで会見以上に取り繋がるんですよ。うん、そこがポイントなんですよね。うん、で、それはねあの尾図は絶対しませんよ。ああ尾図は？うん。尾図、うん、<う>なんかだったらそれ見てあら死んでしまいましたわねぐらい言うそうだもんな。<laughs> いやいや、あのう小津のスコアは、小、ま、津、あの良さなんですけどねでも、あの確かに僕、女が階段を上がる時っていうのもすっごいお面白かったし、まあ、それなんですよ、面白かったですよ面白かったですよ、高見秀子の,あの銀座のリ,リアルでしたね,リア,したねリアルでしたね、中谷達也がね <laughs> あとね、小林刑事が若林彦を殺しちゃう話があったんですよ女の中にいる他人、まま、女の中にいる他人ですね改田道を起きたってね、はい 成瀬で,です、成瀬って全部、はい、何の抵抗もなくなんてうの面白く最後まで見れちゃうんだけど、はい、この監督がすごいっていうのが実感が。はい まだほらおじさんの方が全部決めてるから、ええ、あこの人スタイルがあってすごいんだなって成瀬さんって全、ま、く僕、ええ、<laughs> つかみどころがないつかみどころがない <laughs> 本当にさらさら「あーこの森島さん言ってよ男ならだ騙されずついていっちゃってああ音ったら違うあれ岡田真理子だったけど、ええ、あこっちに行って言うとか言うじゃないですかあれ少年じゃ分かんないですよね確かにね分かも子供だと分かんないですね ハイと青春の旅立ちも好きなんですね。好きなんですよ。あの何ていうか、まあ、少年雑誌の主人公みたいな感じがしてですね。あの少年漫画ですよね。 の感じがするす何が好きかというと、まあ、鹿になろうとして軟弱の男が海軍のあれは海兵隊じゃないしあの訓練基地に行く,行くんですよ。でそこであのルイス・ゴセット・ジュニアに出会ってね一定期間訓練すると一応そこそ,そこそこで一応あの鹿に,なに道が開ける、うん、で自分の親父がそ,そこに行ってるんですけどそこに行ったんですけど逃げ出しちゃうんですよ親父はね。で で自分はそのおやじに負けたくないっていう感情を持った少年なんですよでそのおやじに負けたくないっていうところで生きてきてるで,でそこでその師、まあ、官のいじめ師官がですね「あのお前お前なんか出ていけ」とかいろいろこうリチャち会う時は追い,こう追い出そうするそうすると「ここしか行くとこはない」って言って「ここでいなくなったらこうで逃げたら自分は亡くなる」っていうところで頑張るんですよね。うん、そのおおのおようにななりたくない というところの維持感をそこを支え,支えるわけですよ。重なりました。そこはね、ものすごく理解できたんですよ。なるほど。な,なるほど。うん、そこだと逃げられないね、こいつは。うんうん、そこはね、ものすごくよくできていましたよ、あの映画。 僕あの映画めちゃめちゃ好きなんですけどね、うん。皆さんと感動するポイントがちょっと違ってて、うん、人間の背景とかそのものよりも、うん、その場の、なんていうか、アクションに一番感動しちゃう人間なんで、うん、あの直前に、ルイス・ゴセット・ジュニアが、卒業式の直後って立場が変わってるじゃないですか。こっちは勝利になってて、こっちは偶そのままだから。はいはい、そこで、あの士官学校のバッジを返していくときに、全部敬語になってて、今まではもう、もう、ひどいこと言ってた、 やつに対しておめでとうございますサーとかサーをつけるんですよね敬礼しててその時にあのリチャード時は散々いじめてたのにもう上官だから敬礼した時にお前のことは忘れないよって言ってさっもうバーあのセリフがねかっこいいあれはルイスゴセットジュニアも良かったんですよだから 僕超意外でしたねあんだけいじめてたけど、はい、あ,あ<ー>軍隊ってそういうとこだから、<ー>階級がもう変わっちゃったら、はい、あほうあのはリアルですよ、うん、で、すしかも、だからって、前いじめてたのは、向こうが上だったから、はい、当然こうなったからって、はい、こっちがふざけろ、この野郎って、お礼参りをするわけでもないじゃないですか、はい、お礼を言って帰ってくるじゃないですか、リチャードリ あれでも本当に僕はもうその後は涙で目が曇ってて印刷、えー、工場の下りはほとんど見てないっ言っても過言ではないようなあの映画を見た友達がね「いやもうあのラストが大嫌いだ」という人もねえ印刷工場の下りがあのねあのお姫様抱っこでいくじゃないですか、うん、帽子かぶせてさあ,あれはね他の女の子に失礼だとか言って <laughs> そんななことといだろうう思 <laughs> でもあれは他の女の子たちも祝福しておめでとうと拍手してるからいいんですよね<笑><笑>の他の女の子はちょっと辛いんじゃないかっていう話をね、うん、そのお友達してましたけどいやそれは関係ないよでもアメリカンドリームだからね、えー、女の子たちもまあ来年これを目指そうっていうそ,そこまで苦労したんだからね二、うん、人がねそうそう、えー、そ,それはちゃんとみんなが褒めてあげないと、うん、ああ チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。